そうか。ツイッター。ああ、危ない、危ない。あれです。臨時で直行列車が出てるんですね。ってことで、ここが21番、生駒三条駅ってことで。いやー、来ましたね。21番、痛いところにあるなと思いましたけど。逆に途中駅じゃなくてよかったっすね。これ途中駅やったら余計大変ですもんね。よし。久しぶりに来た。2019年以来か。コロナ前だよ、最後に来たの。うわぁ、人がいっぱいだ。前は、そっか、冬に来たんですよね。なもんで、閉園中のゴーストタウンと化したところに来てましたけど、今日はバリバリ営業してる時間帯ですからね。よいしょ。いやぁ、しかしほんと高いところですよね。すごい。一望できますからね。これなんか上走ってる飲み物とかも上から見たらいいよね。入園はそのままフリーで入れるんですね。ここはやっぱし、結構人入ってる。あの今日何せ天気がいいですからね、今日は。まさに雲一つない。これですからね。三条遊園地に来るのちょうどいいですよ。あ、そうか、ここは21だから、JR 四日市駅との競合じゃないんですよね。どこだったっけ？近鉄四日市駅か。まあ、やはり、利用客とかね、どう見ても早いですけど。景色はこっちだね。いいですよね。すごい標高高いですからね、これ。動画だと一番伝わりにくい、この標高を登っていくときのね、高さが。これはね、乗ってもらったらめちゃくちゃわかると思いますけどね。ぜひ、もうケーブルカーからアトラクションみたいなもんですから。あ、すごい。あ、これが有名ですかね。この飛んでるやつが日本で一番古いアトラクションなんですよね、確か。昭和4年製だったかなっていう。すごい。それが現役でまだ動いてるっていう。ね、今だともっと、派手に動くやつも多いところでしょうけど。ちなみに、フリーパスは3600円。スナックとかも売ってる。はい、あ、ポップコーンの香りがする。そっか、便利。すごいね。カチャピンもいる。今季行きたいな。すごいね。レトロな。レトロな、あるね。で、結構人いっぱいだ。なんでこの神社あったんだ。ザ・遊園地。なんだっけ、名前忘れた。いたな、こいつ。Eテレだ、Eテレでやってた。なんだったっけ。思い出せん。こんな感じで、チケットがあちこち売ってるのは、
入園してフリーで乗るっていうんじゃなくて、入園がフリーでそれぞれでやつに合わせて、高いやつだと飛行とか500円とかのやつがあって、高くてそれの回数券を買うっていう感じですね。うん、なるほど。まあフリーのやつもあります、1日フリーでのやつもありますよっていう、こんな感じの緩い、え、買う人多いね。フリックだ。意外と。正直、実は最初、ここ来るよってのは、まあ、調べた段階でわかるじゃないですか。まあ、多分、閑散としてるから、もう島スペイン村買ったなぐらいのことを言おうと思ったけど、いや、島スペイン村より多いな。いや、出店者する必要あるか。ちょうどね、やっとったキャンペーンも終わったところなんで、キャンペーン終わった島スペイン村がどんなもんかっていうのもね、これはね、ちょっと見に行っとく必要ありますからね。昼過ぎから入れるチケットでチラッと入ってくっていう手で行こうかな。あ、これこんなプールに飛ぶんだ。結構激しく飛ぶんだ。へえ。すげえ。後ろ向きのなんだ。へえ。結構激しいんだね。で、ここから先があれか。へえ。あれ調べんといた。どうしよう。はい、そう、今のが臨時だったんでしょうね。思いのほか早く着けたんで助かりました。で、こっからなんだよな。スクショ載せときますけど、今いるところがね、こんな感じで、思いっきし、じゃあそっちじゃないよ。こっちだよ。反対側の駅に行こうと思うと、むちゃくちゃ大変なんですよね、これ。それは半端なく大変なんで、まあやはりケーブルでもう一回往復して帰ってくるのが常になるんですけど、なんか虫食えるところあったら、せっかくこっちまで来たんでね、なんか食っててもいいですけどね。いや、正直、思ったより混んでんな。結構ガッツリちゃんとしたオーダーストライダー、動いてるの初めて見ますからね、いつも。この場合は冬に来たから、うん、すごい。たった220円、なかなかえぐいじゃん。まあまあ、でもそっか、上のあれですからね。まあ、なんだ、ああ、白パになってる感じか。まあ、完全に奥様向けのあれですからね。キッズ向けの、まあ、それは遊園地だから当たり前だ。で、ちなみに、じゃ霞ヶ丘駅まで山道を歩いて行けることはないみたいなんやな。行けることはないみたいだから行ってみるか。下りが伸ばしやったら死ぬほど大変ですけど、下りならワンチャンありですね。しかも、そっか、この辺はこの辺りシャッターを見たんだ。だから登れない。ああ、すごいね。まあ、レトロね、すごいわ。でも、ちゃんとこの中とかね、きれいに来てありますし。あれ、スナックとかだけ売ってる感じか、料理屋さんはレストランとかはないのかな。
いや、ブルーレストランってなってるな。あんのかな。